日本東京都中央区勝時勝時は東京都中央区の町名。現行行政地名は勝時1丁目から勝時6丁目。郵便番号は104-0054。1丁目から4丁目までは明治大正期の東京湾見おさらい工事の月島に合埋めた鉄地として造成された。また5.6丁目は明治大正期の東京湾見おさらい工事による 月島3号を埋め立て地あるいは、隅田川口改良工事の1号を埋め立て地として造成された。当初は橋がなく、築地と勝時を私船が結んでいた。1940年勝時橋が完成した。工場や倉庫が多く立地していたが、2000年の勝時駅の開業以来、高層住宅への建て替えが進んでいる。急増した人口に対応するため、 駅の拡張工事が行われ、2019年、完成した。勝時の時は、東洋漢字及び、現行の常用漢字に含まれないため、しばしば平仮名が使われる。隅田川の河口に近い月島地域に位置し、二つの埋め立て島にまたがる。北西を隅田川が流れ、南東は浅潮運河に面している。ほぼ正方形の形の島には1から4丁目まであり。 北東に月島川、南西に新月島川に面している。それぞれの長目の広さは、島の大きさのほぼ4分の1で、清澄通りが北東南西、晴海通りが北西南東を通っているほか、都営地下鉄大江戸線も通り、中心には勝景気がある。月島川には、月島橋が、浅潮運河には、霊明橋が、新月島川には、新島橋、 浜前橋が、隅田川には、勝時橋がそれぞれかかっている。清澄通りの新島橋または、浜、前橋を渡ると、勝時五丁目六丁目がある島へ行くことができる。その島の南西部は、豊見町になっている。この二つはほぼ半分に分かれており、さらに清澄通りを境に五丁目と六丁目が分かれる。隅田川より五丁目、六丁目を経由し、晴海方面へと、 関見通りが、勝時立橋として、高架でかかり、隅田川へとかかる橋は、築地大橋、晴海とつなぐ橋は、黎明大橋となる。都営地下鉄大江戸線は新月島川でカーブし、築地の方へ走るためこの部分に、鉄道はない。浅潮運河に、浅潮小橋がかかる。高層マンション、勝時ビュータワー賃貸マンション、 グリーリアイストタワー勝ち時2019年9月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。